えー、今回は振り子の円運動について考えていきたいと思います長さが L 重さが M の振り子があって、えー、角度 θ ーー傾けて手を離しましたよとでこの一番下の部分になった点を B 重力加速度を G として次の問いに答えていきましょうまず括弧1番が重りを離した直後の糸の張力の大きさになるんですけれども、まあ、張力が T で、重力加速度 Mg で、手を離した直後ということから今回の V が0だよっていうことには注意してください V が0ということから、まあ、抗力とかそういった円運動に関わる力はかかりませんですので T に対してこの Mg を分解してあげましょうすると今回の聴力 T というのは、えー、こちらがシーターになるので m g コサインシーターであることがわかりますねカッコ2番に関してはこの最下点 b の時の速さを聞かれています、えー、こちらに関しては力学的エネルギー保存則を使ってあげましょう、えー、力学的エネルギー保存則を使ってあげると二分の 1mv の2乗というのが1エネルギーの変化、まあ、初速が0なのでで v2 乗が、まあ、2gh になるんですけれども この H って何かっていうと最初の地点 A から B に対しての高さの差になっていきますここになるんですけれどもこっからここまでは L になっていてここからこの A 地点の高さというのが、えー、この長さが L 角度が θ よって Lcosθ であることが分かりますそうすると h というのが l l コサイシーターになって v ールト2 g l 1コサイシーターであることが分かりますねもしここでサインコサインに自信がない人であればシーターが 90° 度の時とかを考えてあげたり0の時を考えてあげるといいでしょう仮にシーターが0だったらもちろん v はね0になっちゃうっていうことを考えるとサインではなくコサインであることが分かりますね カッコ3番カッコ3番はこの B 地点での聴力 t を聞かれていますではまずこの B 地点での状況というのを図示してみましょう、えー、このように聴力が t そして v で動いていて下に mg という形になっていますあとは公式である mr 分の v2 乗イコール f という部分からこの m ははそのまま R L V というのは先ほど出したものになりますので V の2乗というのは L 分の、まあ、2 g l × 1コサインシータで F というのは何かというと T 引く Mg になります上向きの力を整理する T と Mg ですねあとは今求めたいものというのが張力になりますので T イコールにすると mg で L の部分が消えて 2mg でここの部分が2 m g コサインシーターすると t というのが3ス2コサインシーター m g ということが分かりますね、えー、こちらはもうー,ーが仮に0だとするとコサインシーターが1で3 2で1で mg、まあ、ただのね mg の紐を吊るしただけっていうのも分かるかなと思います以上です you gonna be, whatever you say, you may feel.